疲れましたね。1回戦シードだからね。そう、ここから僕らはね、うん、スタートなんでね。そう、出番終わって、うん、こう袖に置いてあった水、うん、ペットボトルバーって飲んだけど、うん、ちょっと俺の買った水じゃなかった。最悪ですね。あれ誰の水やったのかな。これは大事件ですよ。ちょっと申し訳ないけど。申し訳ないです。終わった方が置いていってくれたら、それ回収して、まあでも僕らブロックの最後やから、それいなかったからあれですけど、多分忘れ物かなのか、多分被害者は生まれてないと思います。そうね、これはもちもち僕が持って帰って、はい、僕が処理して、あと、はい、楽屋で後で聞きます。誰か、そうですね、そう、もちろんもしいたら買うという、買う、もちろん、はい、そういった形で対処していただきます。申し訳ない。ネタの出来どうでした？ネタ、まあまあまあ、うん、そうですね、まあいつもな、M1 の独特のやな、ほんまにこう、もうなんか聞いてたんですよ、なんか今日は全ての客層がいるという、はい、その若い老若男女の全てがいるという情報だけ祇園の木崎さんから僕は聞きまして、コアな笑いファンも、はい、こうね、寄せっぽい方もいらっしゃるという形で、そうそうそう、読み切れないというような話を聞きました、はい、だからもうぶつかっていくだけでしたね。はい、まあ、普段ね、ここ今日森の宮ですけど、はい、普段から立ってる、ね、舞台ではありますけど、そうですね、そうですね、まあまあ、本当に申し訳ないです、明らかに、ね、吉本優利という、まあ正直、まあね、でも、まあ、やりやすいのは正直、そうですね、はい、そうですね、そこまで緊張増しすぎず、うん、いつも通りぐらいにはやれた。やっぱり昨日寝れなかったっすね、なんか、いや、わかるよ、一睡もできず、うん、去年の結果はどこまでですか？はい、去年がだから準々決勝ですね。だから2018ぐらい以降まだね、準決勝1回行ってからそこの壁が越えれてないんで、まあやっぱね、そこは絶対行きたいなっていう気持ちはありますね。そうですね、準決勝な、テレビ出れますか、準決勝。そうよね、やっぱもう影響力全然違うんで、まあ決勝ね、行きたいですね。いや、まあもちろんね、まあもう全然、もちろん、どうもお任せします、そちらが。まあ僕らはやるだけ、そうですね、うん、あとはお任せしますって、もちろんみんなそうなんですけど ね、 ね。最後に今年の意気込みをお願いできますか？はい、はい、まあまあまあ ね、いろんな世代の、はい、あのね、僕らももうなんかその、まあ、もう若手ではない、この M1 の、ね、そうっすね、正直に、はい、もう結構ね、はい、下の世代の人らも出てきてるのでね、はい、うん、まあね、あの優しく見守って、ね、一歩あの、ね、上の立場から余裕を持って、ね、若手が、ね、緊張してんのを鼻で笑いながら最悪してよかった。いやいや、今年こそ決勝行きますぐらいかなと思って鼻で笑っちゃうのかよ。ちょっとやっぱこういうの分からん、うん、意気込みとか、ね、苦手というか、そのそうね、一番ここが緊張してるもんね。そう、ね、着地がない状態で喋ってしまうから、はい、なんかね、うん、その悪い感じのことでしょうね。あの、あとは編集をお任せします。、まあ、とにかく一生懸命ぶつかるだけです。はい、はい。